がそうであってとかじゃなくて、うん、え本当にそうだったんですけど、うん、ほんまにそれ本当に飲み物も一切なくてない、ね、自分で持ってきて、いやもうありがたい、今までのありがたみ YNN のありがたみが、うん、あの増した回でしたね。そう思った。でも2個2話、うん、2話っていうの、うん、シャープ2からこの人やばいから、あシャープ 2?、うん、シャープ3や、いや2じゃないですか、2でもあれやん、あれ、あれ言ったやん、2、1なんですか、あれ1登場シーン、1登場シーンでまず1からすごかったから私たち、うん、マジでほんまに見ましたか。なんかハプニングだらけだった、うん、最初からね、うん、始まる前からハプニング、うん、ん？お互いに、ん？ん？2がシャープ2がランチじゃなかったでしたっけ？3でしたっけ？3がもう一個どっか行きました、多分で4つ目で岩見さんが大変、あ、あ、3が、うん、あれやお祭りだ、だんじりや、あ、そうそうそう、だんじり、だんじり、あ、そうや、そうや、そうや、で、4が私が一番やばいよ、ほうほうほう、うん、楽しかったですよ、なんか、外ロケ、うん、全然しなかったから、うん、楽しかった、確かに、おじいちゃん、おばあちゃんが優しすぎたカニに対してね、うん、今ご飯やっぱうまいわ、うん、うかさんね、お休みなの、次もお休みなの、うん、あの次もお休みなの、ずっといないの、うん、やっぱ舞台が始まってね、ちょっと短期間ですもんね結構、うん、今回逆に辞退しようかな、え、してください、あ、してほしいですよ、でもしたことない、ぜひ、あのセリフのない役でお願いします、やばいって、何何あれもうアシスタントやね、もうありがとうございました、ありがとうございます、あのだってやっぱセリフは大変ですもんね、なんか今日も鍵穴ゆうみさんだったんですね、うん、で、あの見てたんですよ、こうあの台本読んでるところ、うん、でみんな基本的にじゃあこれが台本だとしたら、うん、こんな感じでこうやって言うこと多いんですよ、うん、でもゆうみさんの場合はもう壁にこうやって立てかけて本日のご来場こんなんですよ、近い近いね、もう慎重だから、あ、なんかでも、あ、ゆうみさん、あ、早口じゃなくてゆっくり言うようになってるって、うん、慎重に言ってるから ね、うん、ね、あのゆっくり言いすぎて、あの、うん、あの、なんていうの、言葉と言葉の開ける場所違かった、どこまで回らんねん、なんか突っ込んでたやんな、なんか聞こえてた、それはとか、うん、接続語が基本的に違うんですね、ゆうみさんって、うん、何々の何々とか、うん、本当は、うん、なんかそう、なんか今日もね、どっかで、あるの、ね、ネネビ48シアターでは感染症対策を徹底し劇場公演を行っています、うん、いや、違います、あれその後、非常誘導と違います、なんか生写真を説明するときかな、なんか、なんとか何々の何々って言ってのじゃないだろうな、絶対っていう部分があったんですよ、うん、変えちゃうねん、自分流に自分流に、うん、いやでもなんか、うん、本当コメントにも今あって思ったんですけど、うん、本当にその一生懸命にこの鍵穴の台本を読んでる背中を見て、うん、この人一番やってんだよな、これハハ間違いなくどう考えても一番経験者なんですよ、この台本読んでんの、やめてって思って、かわいらしいよね、また一生懸命ギャップギャップ、そうそうそう見てほしいなって思って、でバッて鍵穴終わった瞬間、うん、周り見たら何も全囲ってんの私のこと最初は調子よかったんですけど ね、 そうやね、やっぱ人に見られたりするとちょっと焦っちゃって、この人900回以上出てるから、うん、ペケが結局、うん、
鍵穴も何回ぐらいするんだろう、この計算で。確かにの。でも16回に1回とかでしたもんね、昔は。うん、なんかそうなったら100はないかもしれないけど、うん、100いってそう。私はいってんのかな。900やってんねんで。うん、9回に1回のペースですよ。900回で100回だったら。どうなんやね。うん、鍵穴は順番に回ってきてますね、うん、名前の順です照明、うん、MC で、うん、何ですか。右隣の自己紹介するな、うん、打ち合わせがあったんですよ、うんうん、そしたらさかたんにいじられる方かいじる方どっちがいいのって私はさかたんに聞いてんのに隣の小島がそうやなとかな言い出したりで、台本上ね、あの一通り確認していくんですよ、エンジンでね。そう、エンジンで。で、さかたんは何々を言いますで、あのはるちゃんが言った瞬間にあの、まあ、その役割の子がはいって言うねんけど、さかたんのところだけはいあなた無意識にね、ほんまにね、うん、いやだからその何がそのさきですかでも何よりその、うん、あのさかたんにそのいじられる方がいじれる方どっちの方がって聞いてた時は本当に一緒に悩んでたの、カリもだから私はさかたんに聞いてるのにカリもがさかたんと会ったんですよね。そう、会って、そうそう、うん、がね全く同じ、そうそうそう、あのなんか音程も一緒で、そうなんかちゃんとカリもでも一緒だったんですよ。だけじゃなくてでも待てが一緒だったから、そう、嘘やろでも突っ込まれなかったら普通に言ってました。いや、そうやな。結果は多分突っ込まれる方がいいと思うんですね、坂田は。うん、で聞いてんよな。え、坂田にこの結果聞きましたか。聞いた。あ、なんて言ってました。どっちがいいのって言ったら、うん、どっちでもいいです。あ、どっちでもいいんか。そう、なんかじゃあいじられました、うん、その返しが分からんらしい、うん、あー、そういうことか。そう、分からないから坂田の悩み講座みたいになってるけど結局どっちでもいいって。あ、なるほどね、うん、いや、坂田、カリンはほぼ本気で考えてたから、うん、そのどっちがいいって勝手に。カリンちゃんの坂田は、はい、カリンの坂田は、うん、あの、なんだろう、あの性格的に多分突っ込まれる方があのピュアさが出るんじゃないかなと思ったんです、うん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 、いじられる方が、うん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 、そう、いじられた方がいい気がするんですね。え、最悪、何もいやだっていじるってなったらねえ、こんなに真剣に喋ってるのに、はい、こんなことがありました。フォローしました、ありがとうございます。小島かりもぜひフォローしてください皆さん、イエーイ。向かいて。え？向かいて。向かいんですか？何の話してましたっけ？だから、うん、あ、ピュアさ出る？あ、そう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 。な、坂田も。カリちゃん星？今日曇ってんな。曇いました。うん、やってくれました。そう。見て、虫見た、芋虫見たね、思いました、形とかなんか。あ、やめ、静か終わった会話。うん、終わった。明日せやねんです、ぜひ見てください。うん、せやねん卒業すんの。うん、早いじ早いじかせやねんは大丈夫です、まだ。じゃあ皆さん見てあげてください。おいしい。何時から。9時25分。早い。うん、私起きてません。起きてくださいなんで起きてカリンちゃん見るのカリンめっちゃ猫かぶってるんで。え、そうなん、こんな感じ。こんなんじゃないですよ。ん、
ジで。そうなんですか、皆さん。そうですね。まだまだ小島かりんぽさは出てないです。芸人さんもいるんやっけ。うん。ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。ずっとニコニコしてる。あ、はい、クールンジョンですね、明日ですね。まだだからおバカとかバレないんで。バレてないんです。いずれバレんで。もしかしたら気づいてるかもしれない。あ、そうやな、うん、でそれは多分あの子多分アホなんだろうな。まあでもまあ、ですもう出した方がいいですよね。難しいですね、おバカを出すって。出したくて出してるわけじゃなくて、うん、出ちゃってるだけなんで、うん、無意識に。まあ確かに。いや、今日の MC はもうちょっとゆうみさんをもっと、バイバイ。もうちょっと、いや、もっとできたと思いますね。めっちゃ反省するやん、はい、考えては。え、だからどうしてもカニに落としたかったんですゆうみさんを説明してると思わせて、うん、実はカニのことを言ってたに落としたかったから、うんうんうん、メンバー思いって言ってしまったこととか。確かに。そうじゃなくて、その仲間思いだったら、うん、カニとして、うん、いけたなとか、うん反省会やねん。その反省会しなくていいねん。こういう反省会しなくていや、なんかやっぱ悔しいなと思うようにいかないのはやっぱ悔しいですね。こうしたかったと思っていかなかったんで、自分も笑ってしまったし。やっぱ MC も反省会の一つなんで。せやな、ほんまに NAB は、はい、毎回あるよね、はい、やっぱなんなら MC でうまくいかなかったらちょっとその日テンション下がりますね、うん、下がる。パフォーマンスもうまくできんから、そう、ちゃんと引きずります、うん、あ、そう、横向きに歩くのが好きでバレるじゃないですか、うん、だからそれは最後の方に持って行って、うんうんうん、確かに。で、口癖はカニとか、うん、あとはじゃんけんするときはチョキしか出さないとかいっぱいあったんですよ。でも、うん、カニとバレてしまうことばっかりで、うん、まあ、ちょっとあんまうまくならない。ちゃんと反省しますもっとできましたね。はい、悔しいです。また次回に。 OK です。次回に生かしたいと思います。キャプテン、私もこれ飲みたいな。どうぞどうぞ。兄ちゃんにおごったな。はい、どうぞ。小銭はいっぱい入ってます。これ美味しいんですよ。めっちゃうまいからみんな飲んでみて。レッドブルのブドウです。レッドブル、レッドブル、レッドブル。え、これレッドブルの。レッドブルですよ。あ、ほんまや。最近公演終わりにレッドブルかこのレッドブルブドウを食べる飲むのをことが多くて困ってます。寝れなくなってしまう。初めて見ましたよね。美味しいです。え、財布出すのかっこよ、今のかっこよかったんな。どうぞめっちゃかっこよかったんな。私はあの、かい、うん、あの返ってくる答えは、うん、答えというか回答はってくるかなと思った。どうぞかっこいい。じゃあそろそろ終わりたいなと思います。これ買いに行くしね、うん、はい、ではまた次は13日に、13日ですね、13日出演します。では前髪もすごいの、今日の汗のかき方。13位決めんやった。もういいって13位みほんちゃん。お疲れじゃないよ。え、12位ジュニアさん、11位ともすけ、10位たくまさん、9位ゆっきー、8位のはなしのすけのすけさん、7位ゆずちゃん、6位ちひろちゃん、5位よろよしさん、4位たいきちさん、3位ピロさん、2位りょうくん、1位りょうたろうくん、ありがとう。よし、私も読みます。はい、
13位マングースさん、12位ちなっちゃん、11位キイちゃん、ありがとうございます。10位まおちゃん、9位ゆうりちゃん、8位カエルパールーパーさん、7位ななちゃん、6位ちゃみさん、5位ジンさん、4位みーちゃん、3位ターボさん、横浜待ってます。1位クリちゃんでした。ぜひ見てほしい。配信あるのかな。あんま普段歌わない曲も歌います。はい、小島くん、では、バイバーイ。